日本近畿地方大阪府大阪市宮古島区、宮古島本通り宮古島橋宮古島本通りは、大阪府大阪市宮古島区にある町名。現行行政地名は、宮古島本通り1丁目から、宮古島本通り5丁目。また、宮古島通りと大阪市道赤川天王寺線を含む5路線が交差する宮古島区で最大の交差点名である。 大阪市宮古島区の中央部に位置する。北は、前玄寺町、宮古島北通り、南は、中野町、宮古島南、通、宮古島中通り、西は、旧淀川を挟んで、北区国分寺、ながら東、東は、上東区の絵にそれぞれ接する。豊島は、かつて、南馬風にとが置かれていた経緯から、付近の島々を総称してこの地を豊島と呼び、 島々が陸続きとなり、各地に村落が生まれた後も、その故障が残ったとされる。当地は、宮古島通りの中心部を通ることから、宮古島本通りと名付けられた。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、宮古島区の小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。宮古島駅と島本通交差点、大阪府大阪市宮古島区の町底。 アザ一覧、人口統計ラボ。2019年10月20日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、宮古島本通りの郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。 2019年6月24日閲覧。宮古島区の豆知識。宮古島 .com。2018年9月4日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び世帯数町長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日閲覧。宮古島区小学校一覧。大阪市。 2019年10月22日閲覧。宮古島区中学校一覧。大阪市。2019年10月22日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号簿2018年度版。 日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます。